マダラは、タラモクタラカに属する魚類。タラホンダラなどとも呼ばれる。全長1.2メートル。北、太平洋に広く分布する大型のタラで、重要な漁業資源となっている。黄海、日本海、東北地方以北の太平洋岸。北は、ベーリング海。東は、カリフォルニア州まで、北、太平洋に広く分布する。沿岸から大陸放射面の底近くに生息する。 夏は深場に移り、水深800メートルくらいの深海にも生息するが、産卵期の冬は浅場に移動してくる。地域個体群が形成されるが、個体群間の交流はほとんどないとされている。冷水域に生息し、生息上限水温は約摂氏12度と推定されている。最大で全長120センチメートル体重23キログラム程度に達し、日本に分布する。 タラ類三種の中では最大種である。体色は褐色で、肺色にまだら模様がある。スケトウダラやコマイと同様、下顎には一本のヒゲがあり、背びれ三期、尻ひれ二期を備える。上顎が下顎より前に出ている。また、頭身が小さく、腹部が大きく膨らむ。肉食性で、治魚器は主に浮遊生物の貝足類、十脚類、妖生等を、 全長 45mm 以上になると、低成生物の短脚類や10脚類知死を捕食している。高位の海域ほどを成熟するまでに長い年数を必要とし、ベイリング海からカムチャッカ沖では5年約6 0センチメートルから7 0センチメートル以上であるが中位度の東北沖やワシントン州では3年4 0センチメートル程度である。 北海道周辺海域での産卵期は12月から3月で分離鎮静卵を産卵する。一匹のメスの産卵数は数十万数百万個に及び、これは魚類の中でも多い部類に入るが成長できるのはごくわずかである。また、初回産卵魚は卵は大きさが小さく産卵が遅れる、孵化率が低い、生存率が低いとの報告もある。稚魚は1年で 全長20センチメートルほどに成長するが、この頃までは沿岸の浅場で生活し、以後体が大きくなるにつれて深場へ移動する。大だら北海道薄1遺跡の縄文時代番期の層から、まだらの骨が出土し、実石の分析から陶器に接岸した個体を捕獲し、食用にしていたと推定されている。底引き毛、低地毛、生え縄、釣りなどで漁獲される。 20世紀後半頃からは輸入物が多く流通している。富山県などでは、稚魚放流により資源回復を図る活動が行われている。旬は冬。身は柔らかく脂肪の少ない白身で、ソテーやムニエル、フライなどのほか汁物や鍋料理にもよく使用される。身を干物にした、大らも様々な料理に使われる。漁師の間では釣りたてのものを刺身で食べることもあるが、 鮮度の低下が早く一般的ではない。また、白子と呼ばれる清掃もこってりとした味で珍重され、流通する際は、メスより、オスの方に高い値がつく。白子はキク、菊、菊子などとも呼ばれるが、これは、棒状になった外見が菊の花に似るためである。北海道では、タチとも呼ばれ、新鮮なものが、寿司ネタなどで生殖されている。マダラのタラコは、ラよりも硬いが、 未熟なものは柔らかくスケトウダラよりも大型で、ボリュームがあるため、煮付けや焼き物、炒め煮にすると美味である。北陸地方では、マサコと呼ばれ、よく食される。他にも、肝臓から取り出した脂肪は肝油に用いられる。その他、マダラや、スケトウダラの胃を唐辛子などの香辛料、砂糖、塩などに漬け込んだものを、韓国では、チャンジャといい、コリコリとした食感を楽しむ。 陸揚げ漁港、編集第一石の間ありがとうございます。